like no one's worse for wear. I'm just gonna double check. Hey, where did that garbage god go? What is Yurizen after? He's at the top of the Clifod. It's the other way around, Dante. This is the lowest level of the Clifod's upper echelon. Human blood is the source of demons' power. The fruit born through the Clifod is even more dense than the blood that created it. Its power is unparalleled. Even the Almighty Mundus used it to become king of the underworld. Avid told me everything. Yeah, well, that's a lovely story and all, but as long as we know where to find him. Whoa, you are the infamous Dante. I'm Nicoletta Goldstein. Sound familiar? my grandmother is Nell Goldstein, the gunsmith that made all your fancy weapons that you got strapped back there. マジで? Yeah, there she is! you don't much look like her. Yeah, I got my looks from my daddy. That's about all I got from him. But based on his research, I managed to cobble this. consider it a gift in honor of us finally meeting. Meeting. 帽子. おい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 。 I'll take that. Dante, I'm gonna go too. Why don't you sit this one out? Oh, that you call me dead weight again? No thanks. みんな切り替え早すぎないか? The power I need, right here. 今すごいことあったよ. It's not what I mean. Let him go, Dante. Time is a luxury that we can no longer afford. We must chase after him post haste. What? Does that mean you're going too? I have a duty to see this through. Well, that's all you had to say, Mr. Poetry. I'm gonna go my way, and you guys can go yours. Let's just say that's the best for the cause. <笑>嘘だ。帽子が武器になるの。何でもありじゃん。っていうか何ジャクソンだよ。すげえな。でさ、 V のなんだっけ、これ以上は時間が欲しいっていう<笑>言い方も面白いよね。ギャンブラーの錬金魔装。 ドクターファースト。自身のレッドオーブを消費して攻撃する特殊な防止状武器。敵からオーブを大量に得られるが、失うリスクも併せ持つ。自身のレッドオーブを消費してっていうのがすごいな。まあ、銭投げみたいなもんかな。まあ、RPG で言うとね、有名なね。 使ってみたいね。ドクターファースト。攻撃時にレッドオーブを消費する。所持オーブが不足していると多くの攻撃が主負荷になる。攻撃時に使用したオーブ量は画面右上に表示される。増減には注意を払おう。はい。ドクターファーストの技の一つ、セットハット。 を使えばより多くのレッドオーブを稼げる。敵にヒット。
ットさせて積極的に攻撃を仕掛けよう。おお、ここでか。ここで変えられるのか。で、一瞬ね、タイトル画面で、次のミッションの名前が見えたんだよね。なんだっけな、スリーウォーリアーズみたいな感じだったんだよな。次がクライマックスではないと思うんだけどな。とりあえず、今までダンテ使ってて、その前はネロ使ってて、V が全然使えてないので、だいぶ弱ってる気はするんですけど、V を使ってみたいな。とはいえ、帽子も使ってみたい気はするけど、あっちはね、レッドオブを消費するって言ってたじゃん。まあ、その分、敵から得られるレッドオブも多いってことなんで、多分、プラマイはプラスなんでしょうけどもね。どうしようかな、V 使っていこうか。はい。はい、ってことでお疲れ様です。山です。あ、あってたね。スリーウォーリアーズ。ミッション13。3人の戦士。いいね。おー、レディ。服が元に戻ったし、元気そうっすね。で、この格好なんか、股の部分が空いてる、なんだ、パンツ履いてるじゃないですか。ズボン？あれは、なんていうのかな、昔のガンマンが履いてたズボンだよね。パンツの上に履くパンツみたいな感じだと思うんですけどね。だから、まあ、なんだっけな、馬のなんていうの、蔵にまたがるじゃないですか。蔵でいいんだっけ？馬にまたがった際に、またずれを起こさないようにするとか、そんなんじゃなかったかなとか思うんですけどね。ちょっと知識怪しいんであれですけど、まあ、ガンマンが装備してたズボンに似てるからっていうので、今ちょっと話しましたけどね。はい、じゃあやっていきましょう。ってか、すげえな。マガジンどんだけ持ってんだって感じだけどね。カスタマイズ。はい。で、どうしようか。V はね、NST いらないんじゃないかな。と思うね。積極的に前に出るタイプじゃないから、そんないらないと思うんですよね。だからこういうホワイトゲインとか、これいるよね、多分で。あとは、これはいらないな。このホワイトゲイン、マリク、デビルトリガーゲージの、これか。ゲージを回復させるオーブをね、多く出させるやつを取っといて。で、グリフォンは、どうしようか。うわ、いいね。長いな、ためが。ダブルチェック。いや、この前に取っとくもんがあるな。これだ。ここら辺いるよね。28戦か。どうしてもやっぱ戦闘このグリフォンとシャドウに頼ることになるんですけど、二人がね、いなくなっちゃうとね、どうしても戦闘に支障が出るので、まあ、耐久力か回復力アップ。グリフォンは耐久力アップにしといて、シャドウを、ん？まだなんかある？あ、さらに耐久力上がるんだ。いいね、いいね。で、シャドウを、この、回復、復帰を早くさせるやつにしましょうかね。で、あればね、もうちょっと戦いやすくなると思うんですけどね。はい。こんな感じかな。OK。はい、じゃあやっていきましょう。なんだっけ。ユリゼンをね、追っかけるんだな。はいはい、行きましょう。
Down we go. はい。大丈夫？動ける？なんだっけ、もう消え入りそうなんだよね、確か。それも無理やり動かしてるって言ってたから、残り魔力もわずかみたいなの言ってたね。ね、それを戦わせるのは非常に心苦しいところではあるけど、まあやっていきましょうか。ああ。ルサフィア、止めどない呪詛の雨。へえ。食らいたくないな。なんだこれ。常になんか呪い食らってる感じがするな。これやられたぞ、速攻。シャドウがやられた。やってくれ。オッケーオッケーオッケー。で、おめどない呪詛ってなんだ。オッケー、まあやり方はなんとなくまだ覚えてますね。まだというか、ちゃんとね。じゃあ行きましょう。おい、なんだこれ、この水晶。おー、え、何、あー、壊すんだ。そっちじゃない、そっちじゃない。難しいな。いや、いっぱいいるな。とりあえず、あれ呼ぶか。あれ呼ぶか。ナイツメア。かっこいい。で、本読んどく。本読んどく。で、倒す。オッケー。ナイスナイス。わけわかんない。本読んどく。とりあえず暇になったら本を読んでる。あおう。ナイスナイス。これナイトメア返せないのかな。あ、帰った。あぶねあぶね。おお、何食われてんだこれ。おおっと、おっとじゃん、食らったな。やべ、シャドウがやられた。さあお前を、この、あ、あ、あ、そっか、壊せば次に行けるんだ。なるほど。だから早く壊したいんだけど。危ない。忙しいな。わけわかんない。あう、危ない。急げ。お前を殺して。次のお前もやる。オッケー。で、ここまで来るとナイトフォーク欲しいね。周囲のリザイン状態の、オッケー、周囲のリザイン状態の敵にまとめてね。うわ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 、あー、そこになんかある、なんかある。壊して。そっちじゃない、そっちじゃない。これ壊して。ナイス。ナイス。オッケー。
あれ消えた。あのデビルゲージが消えた。貯めといて。難しい。オッケーオッケーオッケー。うわー、で、こう。オッケー。おお、一瞬弾かれたかと思った。オッケーオッケー。で、下に降りていくんだね。なんか急に落ちたからびっくりしたな。とにかく下に下に行きましょう。Hey, B. Smelling something down there. サイ。サイ。ナイス。ナイス。で、シャドウがちょっとうまく使ってないな。あー、いい。いいです、いいです。いいですよ。いいですよ。OKOK。で、まあ、買うものは特にないので、下からっつってどこだ？こっち。あ、こっち。あ、おおお、ここね。わーお。さあ、ナイトメン呼んどこう。危ない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 。さあ倒して、超倒して、あう、おうおおお、やばい、シュンシュン言ってる、シュンシュン言ってるわ。でリザイン OK。 であの挟み込むやつで倒して、とにかくグリフォンには。オッケーオッケー、ナイス。危ない、とどめ。オッケー。あー、こいつか。とどめ。うい、そう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 、ナイス。いた。で、こう。違う。それじゃない。それじゃない。それじゃない。あ、これも、そうだね。これも壊してほしい。そうか、俺が緊急回避とかで呼んじゃうから、できなくなっちゃうのか。オッケーオッケー。でもなるべく回避は、ジャンプ1回で避けるわ。どこ？あ、危ない危ない危ない。ナイス。おー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 おお。で、残りのあれも壊す。危ない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 。あ、そうか、呼んじゃった。申し訳ない。ヒュンヒュン打てる。オッケー。ナイス。それだけはやり続けてほしいな。スライス。オッケー、リザイン。次はお前じゃない。お前じゃない。あ、二段ジャンプができない。呼んどこう。で、ヒュンヒュン言ってる。オッケー。グリフォン来い。あー、また邪魔しちゃった。申し訳ない。難しいな。これを壊して、
あーごめん、もうちょっと読んじった難しい。オッケー、ダメダメか。オッケー、やってナイス。あっち、オッケー、誰かやられた、シャドウがやられた。難しいなグリフォンが。オッケー、ナイス、起きた。はい、殺す。あ、止められない、もう呼んじゃおう。ゴイチだ。オッケー、で本を読んどく。でお前も倒す。オッケー、あ、貯めとくまちょっと。今もう無理やり貯めてしまうか、たまんないか。もう戦闘中ではないのかな。そうそう、であとこれね。スライス、いや難しいな。スライス、ピース、ブロー。どうしてもこうコマンドを入力した後にこうやって呼んじゃうとキャンセルしちゃうんだよね。まあ分かってたんだけど、呼ばなきゃいいじゃんってのもあるけど、どうしても呼んじゃうんだよな。難しいね。はい、オッケー。そろそろ、はい、オッケー。まあ全部ね、まあここに関して言えばやっぱネロとかダンテの方が楽ではあるんでしょうね。で V はもしかしたらもういろいろアビリティとか取り切ってないともう厳しい気もするな。まあやるんですけどね、あんま関係なくかっこいいんでね、 V も決まればね。はい、あっちにもある取って入ろう。おう、looks like we still got a long ways to go. え。先は長そうだなって落ちたね。ああ、いいね、いいね。で、どうなのかな、今作あるんだよね。マルチがあるけど、私、マルチ切ってんだよね。で、もしかしたらさっきのステージは、3人のプレイヤーで進めていけたのじゃないかなと思うんですよね。どうしようかなぁ。ねえ、迷いどころだよね。ウィキでも見てみるかな。まあ、とりあえず今回は、これで以上になります。まあ、3人の戦士ってことでね。まあ、V は、私動かしたんですけども、消え入りそうっていうことでね、危ないですけど、ダンテも目覚めて、帽子かぶってね、いい感じっていうことで、今回は以上になります。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。山です。デビルメイクライ5。
ミッション13。こちらね、もう終わったミッションではあるんですけれども、前回ね、やった後に、マルチプレイができるんじゃないかと思って、まあ3人の戦士なんでね。で、まあ、ムービーとか見ても、おそらく3人でやるミッションなんじゃないかなと思うんですよね。で、って思ってやったら、別の人とマッチングして、ダンテが落ちてきたんですよね。落ちてきたというか、まあ、私が早く進みちゃ、過ぎちゃったっていうのもあって、まあ、後からついてきてくれたっていう形にはなったんですけど、できたんですよね。なので、ちょっとね、もう一回やり直そうかなっていうふうに思っています。まあ、ムービーとはスキップすると思うんですけど、もう一回ね、ちょっとネロでやってみようかと思います。はい、じゃあスタート。落ちてた。あ。3人になってる。ダンテと V がいますね。下で戦ってくれてんのかな、もう。いや、マジでわかんねえ。次にいると期待しよう。私がやった時も次にいたんすよ。ここだ。あ、いた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 。いたわ。いたわ。ここでやってんだね。よし、やっていこう。あ、壊れた。どこ？どこ？人いる？あ、ダンテがいる。ダンテが魔人化してる。おお、すごいすごい。いいねいいね、これがやりたくて、ああすごいすごい、もうすごいんだから。やることなくなっちゃったB が遅れてるね。いやー、これ厳しいか。どうしても足並み合わないよね。いや、よかった。でもあれ、いなくなった。あれ？あれ？あれ？いなくなっちゃった。ああ、敵が増えた。どういうこと？やろうよ。やるわ、俺。頑張るわ。もう降りられるけど。めちゃめちゃ囲まれてんじゃん。あれ、そっちにもダンテじゃないか。オーケー、楽しい楽しい。吹っ飛ばしてまうな。あれ、ダンテいない。またダンテがいない。どういうことだ。せっかく一緒になんかこうね。あれわけわかんねえな。はい。はい。ということで、マルチちょっとね、楽しんでみましたっていうことで、ダンテにはなんとか出会えたんですけど、あそこはもうなんか、なんだろうな。まあ、あそこというか他のミッションもそうなんでしょうけども、個人の進み具合によって一緒にできるできないが変わってくるので、なかなかね、一緒に、三人揃って戦うっていうのは難しそうですけどね。まあでも他のプレイヤーとなんかこう一緒のステージできたのは楽しかったですね。いやでも楽しいなぁ。どうしようかも。マルチはなんかこう自分が遅いからやんない方がいいかなと思ったんですけど、やった方が面白いな。まあね、とりあえず今回2回同じミッションやってみましたけども、
次回からオンラインをオンにした状態でやろうかと思います。はい、ということでね、同じミッションではあるんですけど、クリアとなります。ということで今回は以上です。ありがとうございました。